こんにちは、オペペナースマンです。今回も手術室看護についてためになる話をしていきたいと思います。今回のテーマは美容クリニックの魅力と実際についてです。今回は病院のオペ室の話ではなく、私が以前勤めていた美容クリニックについて話していきたいと思います。最近私の周りでも、美容クリニックって実際どうなの？って聞いてくる知人がいます。美容クリニックは全国にたくさんありますが、まだまだ美容クリニックで働いているという人は少ないと思います。そこで、美容クリニックは何をするの？お給料はどうなの？忙しいの？などいろいろな質問があると思います。美容クリニックに転職しようとしている方に、美容クリニックの魅力と実際についてお話ししようと思います。はじめに、美容クリニックの広告をテレビ CM や電車の中吊りで見たことがあると思います。広告を見てみると、とても魅力的で、一度は行ってみたいなって思ったことがあると思います。美容クリニックに行けば外見を変化させることは簡単だと思います。さらに外見が変わったことで内面も変わると思います。これは私が感じたことですが、美容業界はとても魅力のあるところだと思います。詳しく話をしていくと、一つ目に、お給料が大学病院や総合病院に比べ2から3割高いと思います。地域によってはもっと高くなるような地域もあると思います。何をするにもお金は大切なので、お給料が高いということは魅力的だと思います。2つ目に、美容処置を格安で受けることができる。これは女性ならとても魅力的に映ると思います。どういうことかというと、美容処置を提供する看護師はまず練習をする必要があります。そのため先輩の体を借りて練習をしています。新入職者は今まで看護技術しか学んできていないので、美容に関しては素人同然です。そのため基礎知識を学び、機械の操作を学び、先輩の体を借りて練習をしてから、お客様に実際に施術をすることになります。なので、練習で新入職者に体を貸すと、ほぼタダで体がきれいになっていきます。自分も脱毛の練習台になっているので、全身脱毛が完了しています。また外科主義でもモニター価格で受けることも可能です。美意識が高い人にとっては魅力的ではないでしょうか。3つ目は、医療業界はどんどん新しい機械や技術が出てくるので、新しいことを覚える方にとってはとても楽しいところだと思います。看護師がお客様にできる施術はたくさんあるので、学んでも学んでも終わらないと思います。ちなみに、病棟業務のようなルーティーンが好きな方にはちょっと辛いかもしれません。4つ目は、勤務の開始が病棟より遅いです。病棟の日勤は大体のところが8時半からだと思います。しかし美容クリニックはサービス業なので、基本的に開店が10時と遅いです。早起きが苦手という人にとってはいいのではないでしょうか。またクリニックの立地も駅から近いので、通勤はしやすいと思います。今までの話を聞くと、魅力的なことが多くて、私もやってみたいなと思うことがあると思います。でももちろん魅力的な部分もありますが、辛いところもあります。一つ目に、周りの同僚が美意識がとても高いです。看護師だけではなく、受付のスタッフなどもとても美意識が高いです。やはり美容に興味がある人が集まってくるので、しっかりとメイクもしますし、身だしなみにも規定がしっかりとあります。二つ目に、仕事はとても忙しいです。もちろん病院も仕事はとても忙しいと思います。でもそれ以上に忙しいと思います。一度でも美容クリニックに行ったことがある人であればわかると思います。クリニック内はいつも混んでいて、空いてる時間がほとんどないかと思います。病院では昼休憩はしっかりと1時間取れる部署が多いのではないでしょうか。しかし美容クリニックでは本当に忙しく、休憩を1時間取れるところが
ない店舗もあると思います。他には病棟とは違い、対象がお客様のため、接客技術や言葉遣いの技術が求められています。接客業なのでクレームやひどい対応をされたりするなど、病院とは違う部分でメンタル的に辛いところがあると思います。今回のまとめです。美容クリニックの魅力の一つ目に、お給料が病院よりも高い。お給料が高いのは魅力的です。さらに一生懸命働けばお給料のアップも望めます。二つ目に、美容処置が格安で受けられる。女性スタッフにとってはとてもこれが魅力的なのではないでしょうか。美容の処置や薬などはとても高価なものが多く、これを格安で使えるというのはとても魅力的なことだと思います。3つ目に、学習意識が高い方は楽しいと思います。日々新しい機械や技術が出てくる業界なので飽きることはないと思います。4つ目に、仕事の開始時間が遅いため朝ゆっくりしたい人にとってはありがたいですね。辛い部分としては、1つ目に周りの美容意識が高いので引け目を感じてしまうことがあるかと思います。美容業界は憧れて入ってくる方が多いので、負けないように頑張ってください。2つ目に、仕事は本当に忙しいです。どんな仕事をしていても忙しい時間はあると思いますが、美容クリニックでは座っている時間もないほど忙しいこともあります。病院より忙しいことは覚悟しておいた方がいいかと思います。3つ目に、病院とは違いサービス業であること。病院でももちろんいろいろな患者さんがいて大変な部分もあると思いますが、お客様対応は本当に難しいです。クレームなどをしばしば受けることがあり、メンタル的にも辛いことがあります。いかがでしたか。美容業界はとても魅力的な業界だということが分かっていただけたと思います。私も美容業界にいたのは数年と短い時間でしたが、自分のコンプレックスも改善できました。それによって自分自身に自信がついたと思います。美容業界で働いたことはとても貴重な体験になったと思いますし、機会があればまたやってみたいですね。最後までご視聴ありがとうございました。面白いなと思っていただけた方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてコメントやアドバイスお待ちしております。ありがとうございました。